明日切れるというのは、うちの方の営農指導員が一回来て、เขาต้องเล่นโอ้โอเคโอเคมากขอบคุณมากค่ะใครตัดก่อนก็หนัก日本も夏はすごく暑いので、すごく大変なのはこれをかき混ぜたりします。寒さね。面白いことないです。我々鉾田市は土壌の検査、また栽培履歴。種をまいた日、これが5月3日です。まあ、まずメロンの、選別工場を見ててすごい感心しました、まあ、ここまで品質管理とかしたり QR コードで、確認したらいろんな情報出てきてやっぱり安心で、できるなと思ってるんですよ。農産品の輸入はまだ今香港は、再開してないんですよ。まあ、でも加工品に関しては、まあ、こちら非常に、まあ、メロンの加工品とか興味持ってるんです、はい。まあ、さっき味見したトマトジュースとかもすごい美味しいと思ってます、はい。茨城県いろいろいいところがあると思うんですけどなかなか外国の方にまだ知っていただけてないというところはいろいろあると思うので、まあ、今回みたいな形でですねこれからもどんどんその外国の方来ていただければですねあすごくいいというのがきっと分かっていただけると思うんですね、まあ、こういう形でですねこうどんどんこれを積み重ねてやっていけばですね具体的な成果につながるんじゃないかなというふうに感じております。Thank you.